はい、こんにちは。15分のフラッシュです。今日は、ね、新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな、よいしょ。はい、今日届いたのはこちら、バン。はい、今日はですね、ポータブル電源ですね。ポータブル電源届きました。はい、今回はですね、 CJ ビートさんのご提供でですね、ポータブル電源をレビューさせていただこうと思います。これね、あのキャンプ、ソロキャンプにちょうどいいポータブル電源という、そんな位置づけです。以前にもこうちょっと大きめのポータブル電源をご紹介したことがありますよね。あれは非常用とか、まあ、いわゆる緊急用にもう一台持っておくといいなと思って、いつも私は満充電にして車の中に放り込んであります。まあ、なんかの時ね、キャンプの時には前回も、カメラの充電が切れた時とか、ドローンのバッテリーがなくなっちゃった時とかいう時にすぐ助けられましたね。ということで、最近はポータブル電源をですね、いつも持ち歩くんですけど、ちょっといかにも大きかったで、ちょうどいいのはこれ、ちょうどいいのが来ました。これね、24000mAh なので、そんなに大きくないですよ。そんなに大きくないけど、ソロキャンプには多分ちょうどいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとご紹介したいと思います。開けてみましょう。それでは開けるぞ。ということで、どうなんだ、はい、これはただいまのクラウドファンディングですね。グリーンファンディングさんの方でクラウドファンディング中のものです。特徴はね、さっき言ったように 24000mAh のポータブル電源なんですけど、3-in-1 といって、3-in-1 っていうのは、まあ、通常の USB と、それからいわゆる AC ですね、 AC バッテリーとしても使えると。あとはね、懐中電灯としても使えるよっていう話なので、まあ、よくあるパターンですけども、大きさがね、小さいんですよ。これ開けるとね、これぐらいですよ。このバッテリーはですね、まあ、特徴としてはね、まあ、なんといってもここに AC 電源が使えることですね。これが AC、まあ、いわゆるその家庭用電源が使えるので、例えば私だったら車の中でパソコンを使いたいことは結構あるんですよね。でパソコンを使うのに電源がどうしようもないということで、こういういわゆる AC インバッターっていうのかな、そういう電源が欲しいなと思うことはよくあります。あとはその出張した時なんかパソコンを使うにしても、まあ、ベースポジに電源があればいいけども、なかなか電源がない時はこれ自分で持ってっておけばね、電源が自分用に使えるし、まあ、誰か電源貸してほしい人に2口あるから一口貸してあげることもできますよね。はい、そんなことで非常にその私は AC が使えるのが一番強みだと思いますね。それ以外に USB は4口プラス USB-C が1口ということで、USB はですね、3.4A と 2.4A、それぞれですね、2口ずつついています。それ以外にね、これ何に使うかちょっとわかんないけど、この DC の、これ、シガライターソケットですね。シガライターソケットが、こう、付けられるようになってます。これ何に使うかな？ちょっと私わからん。あんまり想像がつかないんだけど、こういうものを使うものが空気入れとかあるのか、あるかな？あ、空気入れとか使うかな？まあ、そんな感じですかね。ちょっと今私の持ってるものの中にはこういういわゆるシガライトソケットを使うものって持ってないですね。まあ、でも何か使い道があると思います。はい、それから、こちらがですね、DC の IN と書いてありますので、これです。充電用の電源があれば、ここから充電するということになるか。こんな感じでね。はい。充電するということで。はい。それからね、もうやっぱりここにライトがついてるんですね。ライト。ここのボタンを押すとライトが使えると。こんな感じ。ライト。再点滅もできるという。こんな感じのライトがキャンピング用のライトみたいなね。LED ライトがついて、ちょっと白いね。白いからさ、ちょっと個人的にはもうちょっと黄色いと嬉しいなと思うけど、まあ、白いライトね。白いライトがつきます。色は色温度を変えることはできないような設定になってますね。試しにね、この AC 電源ちょっと実験してみようか。本当はね、これを使いたいんですよ。キャンプの時に、アンカをね、使ってみたいんです。ちょっとやってみますね。これを入れて、スイッチここにありますから、スイッチね、このスイッチをオンにしてやると、これがつきますよね。ここが赤くついたら、一応通電してるので、あったかくなるはず。あったかくなってきますね。あ、これで使えますね。これはね、ワット数は60ワットなのでいけるんですね。いけますね。一応80ワットっていうふうに、定格出力80ワットっていうふうになってますから、パソコンの電源なんかも大丈夫ですね。ただね、やっぱり
こう高出力のドライヤーとかああいうのはダメだろ、アイロンとかそういうのは使えないでしょうね。例えばこういうドリルとか現場で日曜大工するときにさ、こういうのを使うこともよくありますよね。ちょっとやってみようか。あ、いけますね。ドリルもいけますね。これはドリルはね、70ワット。70ワットなんでいけるみたいですね。ドリルでもちょっともうちょっとインパクトドライバーみたいな、ああいうちょっとパワーのあるやつだとダメだろうね。100ワットぐらいいっちゃうだろうからね。まあ、70ワットだったら大丈夫ということで、容量を選ぶということでしょうけども、まあ、容量をね、AC の電源使われるときは容量を気をつけられた方がいいと思いますよ。で、まあ、充電はまあ、今までと、まあ、よくあることですし、USB も充電ができるので、これは便利ですよね。はい。それ以外には、そうだね。ちょっと iPhone を充電してみましょうか。急速充電ができるということで、この 3.4 アンペアの急速充電にね、対応しているので、これちょっと、はい、十分大丈夫ですね。ちょっとね。はい、こんな感じでね、充電もバッチリできます。いや、これはね、いいと思います。すごく軽いんですよ。1キロです。1キロ。1キロだからね、本当にもうどっかカバンの中にポンと放り込めるぐらいのレベル。それから AC、DC が使えるということと、それから先ほどの急速充電ね。まあ、USB の急速充電。これはもう当たり前ですけども、そういうスペックになってます。で、最大8デバイスまで同時充電可能ということで、1、2、3、4、5、6、7、8全部使えるってことか。全部使っても大丈夫ということですね。あと LED の照明ランと照明がついていると、まあ、一応 SOS がつくようにもなってますよね。これね、多分やっぱドローン飛ばしに行ったりとか、まあ、YouTube 撮影したりとか、やっぱカメラね、電池がなくなると本当に最悪なんで、で電池が寂しくなってくるとね、だんだん動画をねちょろちょろ撮るようになるんですよね。そう、細かく撮るので、電池が持ってないから結局つなぎ合わせで結構最後苦労したりとかすることがあります。なので、まあ、こういうバッテリーの心配がないとね、もうたっぷり撮り高のある動画が撮れるかなというふうに思いますね。そして先ほどお話した通り、これは 100W って書いてあるけど、こちらは 100W だそうです。 100W マックス 150W だから、さっき言った空気入れとか、まあ、この車用の扇風機とかそういったものにも使えるってことはね。はい。でこちらの AC 電源の方は 80W だそうです。だからこれは 80W なんで、まあ、LED のランプとか、さっきやったドライバーでもドリルでもあれぐらいの小さなものと、アンカーは意外といけましたね。ただドライヤーのね、ドライヤーの強力なやつは無理だと思いますよ。まあ、私だと多分パソコンを使う電源として使いたいなと思いますね。まあ、なんといってもこの軽さがやっぱ一番かな。どうしても前にもご紹介したんですけど、ポータブルバッテリーっていう、ポータブル電源っていうのはこういうやつね、これドーンとでかいやつになっちゃうね。で値段も高いんですよ。6万とか8万とかするけど、これ1万8000円のポータブル電源なんで、これならね、まあ、ソロキャンプに持ってくるのちょうどいいし、まあ、旅行の時とか旅の時に、カバンの中放り込んでおくのもちょうどいい大きさじゃないですかね。キャリーケースでも行くなら、キャリーケースの底に入れておけば、何かと使いやすいじゃないでしょうか。そんなようなポータブルバッテリーでした。まあ、もともとがね、これなんかアウトドアを意識して作ってるところがあるので、このオプションでソーラー充電器なんかも用意されてるみたいですから、まあ、それを上手に使われれば、まあ、それこそ本当に自家発電ができるようになってくるということですよね。はい、今回はですね、CJビートさんのご提供で、1万8000円のポータブルバッテリー、ポータブル電源のご紹介でした。まあ、グループキャンプだとちょっと小さいかもしれないですけども、ソロキャンプね、1泊もしくは2泊ぐらいまでのソロキャンプに十分使えるようなポータブル電源じゃないかなと思いました。まあ、冬場ね、電源、まあ、ヒーターとかそういったものを使うケースも、ね、多いと思いますし、特に冬はね、携帯電話、まあ、スマートフォンなんかのバッテリーは意外と早く消耗するんですよね。なんで常に充電の心配が付きまとうんですけど、こういうの1個持っていくと、まあ、心配ないですよね。なんせ心細いもしなくて済みますから、はい、いいかと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、よろしければね、概要欄から詳しくはグリーンファンディングの方に詳細が載っておりますので、ご覧になってみてください。今でしたら早割で手に入れることができるようになっているようですね。はい、一度ご覧になるとよろしいかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つ商品をね、ご紹介しますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さよなら。これぐらいならいいわ、ちっちゃくってね。まあ、懐中電灯代わりにもなるんでね、いいよねこれ。
から